どうも高井です。新年初売りパソコン買い替えよし悪し話。普段私は読書のアウトプットをしてるんですけど、今回パソコン買い替えたよっていうことも兼ねて、中に今まで使っていた動画編集ソフトって入ってないんですよ。代わりにムービーメーカーは入ってないけど、新しく買ったパソコンにビデオスタジオプロを入れてるんですね。今までこのパソコン使ってたんですけどね、東芝。なんで買い替えたのかっていうと、キーボードがね、言うことを聞かなくなっちゃったんですよ。そう、このキーボードはね、すごい指圧で押さないと反応してくれなくなっちゃった。これでも結構当時は細かったんですよね。だけど買い替えたものではさらに細いです。ヒューレットパッカート、こちらのモデル、デザインも結構良かったんですよ。これね、今年モデルではなくて2018年のモデルなんですね。最新は2019年のモデルで、ここ USB-C のモデルがここにつくのが最新のモデルなんですよね。この角、さらに角ですよ。でデザインも良いってやつね。ただリアル店舗に置いてなかったんですね。なんでリアル店舗で買うことを強く求めてるかっていうと、保証を私は求めてるんですよ。このパソコン本当に持つのかなみたいな。で5年保証をつけて買いました。ね、中もすごい、キーボードもしやすいです。ただ F1、F2 っていう F キーね、その F キーが扱い方ちょっと分かりづらいかな。もうちょっと分かりやすい方がいいわ。ただね、このパソコンのね、弱点1個あるわ。セキュリティ対策ソフト、マカフィーが、店頭では1年保証ってあったんだけど、このパソコンの日付初期設定、2018年12月だったわけですよね。で、それが、昨日いじって、私の環境は Wi-Fi 繋がってないから、イーサネット経由でやりました。そしたら日付は一気に更新されて、2020年1月3日の日に開封してピッてね、電源入れたもんですから、その設定の日の日付に一気に更新されて、マカフィーの保証期間切れましたよっていう通知が一気に来たんですよ。は？って感じで。つまり片落ちモデルそういうトラブルありかねないので、皆さんも新年初売りを買うときはウイルス対策ソフト大丈夫ですかってことを店頭で尋ねた上でちゃんと買ってくださいね。ちなみに連絡はするんですけど、今日土日祝日なので、これはメーカーさんの営業日に連絡したいと思っています。引き続き今度は動画編集ソフトビデオスタジオプロを使ってちょっとずつね、慣れていこうって思ってますので、今後ともよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。